皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。またもや証拠りもなくエレキギターを買ってしまいましたわーっていう感じの、なんかこう紹介動画というよりもなんか雑談動画な感じがするんですけど、まあそんな感じの動画でございます。どんなギターを買ったかと申しますと、バッカスというメーカーの BST2RSM というエレキギターでございます。このギターなぜ買ったかと申しますと、なんか本当に実はですね、すごくシンプルな一言で済みまして、なぜ買ったかと申しますと、なんとなくノリと勢いでなんとなく買ってしまったという、そんな感じのギターでございます。けどすごいなんかいろんな音色が出てですね、とてつもなく面白いいいギターなので、この動画の中でいろいろと音色を鳴らすから、ぜひともいろいろとですね楽しんでいただいて、最後までご覧いただけたら幸いでございます。このエレキギターの機種名になっているその頭の BST、 これはおそらくバッカスのストラトキャスタータイプギターってことだと思うんですけども、後ろのね、3文字、このね、RSM がですね、すげえポイントになってるんですよ。RSM。これ何かと申しますと、ローステッドメイプルという材質を使ってるよというシールでございまして、この、ね、ローステッドメイプルという木材をこのネックに使っているというのが、このギターのめちゃくちゃ最大な特徴なわけでございます。ローステッドメイプルって何やるかっていうふうに思うかもしれないんですけども、平たく言うと、メイプルっていう木材があって、そのメイプルっていう木材をネックに使ってるっていうことなんですが、普通のメイプルって白いんですよ。けど、このギター白くない。黒い。黒いね。なんでかと申しますと、そう、ローストしてるからなんですね。ローストしてるからなんですよ。焙煎してるわけでございますよ。いってるわけでございますよ。火を通してるわけでございますよ。燃やしてるわけでございますよ。燃やしたらバーンか。燃やしてはいないんですけど、火を入れてるわけでございます。そうすると何が起こるか。ネックの中の余分な水分、余分な油分とかこうビャーッと抜けることによって、サウンドがね、カラッと明るく素早くなるんです。で、なおかつ、その湿気とか気温とかにこの影響されにくいというメリットもあったりとかするわけなんだけども、ローストっていう一手間を加えることによってネックのクオリティがバーンってこうレベルアップするよっていうのがローステッドメイプルネックということなんです。でもちろんコスト、お値段もかかるので、お値段もレベルアップってすることがすごく多いんですが、もうここがですね、もうバッカスさんのもう企業努力なんですかね。前に紹介させていただいたこちら、これも定価8万9万くらいなんですよ。で、8万9万くらいでローステッドメイプルネック使ってるんです。この状態でも十分マジかって思いました。8万9万定価でローステッドメイプルネック使ってんのマジっすかっていう風に僕は驚いて買ったんですけれども、この BST2RSM はですね、さらにそれを上を行くはるかに凌駕するとてつもないコストパフォーマンスでございまして、さあ、はい、Guess how much? 今そのプレミア公開で見てる方はチャットの方にいくらみたいな感じでやってみてくださいませ。一応アウトレット激安価格で買っているので、店頭価格よりかちょっと安いんだけども、それにしてもっていう価格でございます。さあ、いくらでしょう？滝沢克成が購入した、バッカス BST2RSM。お値段びっくりの、22,900円！わーマジかってなりますよね。ネット見てたらさ、広告出てきたんですよ、これの。なんか、アウトレット品激安価格22,900円、ローステッドメイプルネックみたいな感じで。マジでつって。22,900円でローステッドメイプルネックのストラト買えちゃうの、とりあえず1本買っとこうかなっていう風になりませんか僕だけならないですか。それでなんとなく買ってしまって、で、今ここにあるという、そんな感じの状態でございます。でもすごいいいギターなんですよ。ちょっと音をいろいろ鳴らしていきましょう。試奏環境はいつも通りの、いつも通りじゃないか。このバッカスから、ビビーのケーブルで、スパークに行きまして、で、スパークと今ね、iPad が Bluetooth で連動していて、iPad の方で音色をいろいろコントロールしながら、いろんな音を鳴らしていこうかと思います。いろいろ楽しんでくださいませ。まずは、ポン、ボリューム。そしてこのね、ピックアップをリアにして、クリーントーンで楽しんでいってみましょう。ディレイを切って、これでまず鳴らしてみます。どんな音がするでしょうか。わお。なんか普通にエレキギターって音してますよね。
ちょっとピックアップを変えてハーフトーンにしてみましょう。ハーフトーンのさ、そのストラトのこの美味しいサウンドってなんかわかんないですか、このゴキって感じのこの、このなんかこのハーフトーンのこのメキメキっとした感じのこのね、なんかこのホッって感じの、なんかわかんないですかね、このサウンドがねすごくいいんですよね。次センター真ん中なこのゴンブとかいいんですよね。なんだろうな、このこんな感じの、いいよね。もう一個いってハーフトーン、この音色僕個人的になんか夏って感じがするんですよね。でこのなおかつゴンブトでなんかこう、ちょっとこのディレイとか入れてなんかソロギターっぽくしてみよう。メロですね。真ん中でこれもエモい。フロント、あ、これはエモくない。真ん中だな、真ん中。ここで4シャープからの5シャープに行って、この6にね、このメロディックマイナーでこの解決する感じ。こんな感じのサウンドでございます。まあ、いろいろとね、このピックアップバーっと、種類を変えてみましたけれども、結構なんかいろいろこの個性があって面白い感じですよね。歪ませてみましょう。クランチ、リア。
こんな感じのサウンドでございます。フロントにしてみましょう。このこんな感じのサウンドでございます。ハーフトーンでもちょっと弾きましょうか。ここのリアからの1個のこっちのハーフトーン、うん、おこのハーフトーンいいよね。ちょっとがっつり歪ませてみましょう。ちょっとハイゲインな感じで、わあ。おお。アームがない。まあがっつり歪ませるとこんな感じでございますね。まあ、フロントでもね、あのすごいこの。いや。ハーフトーン。ハーフトーンはあまり似合わないな。センター。あんまりこう強く歪ませるとリアとフロントのどっちかって感じですね。他のところはあんまり個性が出てこない感じがするんで、フロントでもっこりいくか。どっちかっていう感じですね。まあこんな感じで、まあ強く歪ませるからね、ちょっとこの元々のピックアップの個性とかね、ちょっとこう出にくいところはあると思うんですけども、まあクリーントーンとかクランチとか、まあちょっと強い歪みとか、まあいろいろ鳴らしてみて、いろんな音色が出てくるなっていうのは分かっていただけたかと思います。そして思い出していただきたいんですけども、この値段の価格ですよ。このギターの価格でございますよ。コスパすごくないですか。一応店頭在庫はそこそこあるはずなので、皆様が楽器屋さんに行ったらこれを見かける確率はそれなりにあると思うんですよ。でぜひともですね、まあちょっとあの思想というか鳴らしてみてほしいわけなんですけれども、鳴らしてみると、あの僕が最初に言ってた、なんかなんとなく買っちゃったっていう意味がね、すごくわかると思います。なんか皆さんも弾いてみたらね、これ2万円台で買えるのか、なんかなんとなく買っちゃおうかなみたいな感じ、1本ぐらい買っちゃおうかなみたいな感じに多分なると思うんですよ。そんな感じで、ちょっとあの物欲刺激されないようにだけは気をつけていただきたいんですけれども、まあ、もしても店頭でですね、見かけることがありましたら、ぜひ試していただけたら嬉しいなと思います。そんな感じでちょっと動画が長くなりましたけども、今回紹介させていただきましたのは BST の 2RSM というバッカスのギターでございました。こんなコスパ抜群なギターあるんだぜ。一応ね、届いた状態で、僕が買った個体が良かったっていう話なのかもわかんないんだけども、
チューニング以外ね、全くいじってない状態なんですけど、結構ね、弾きやすくてすごくいい感じでございます。で、なおかつ、ギターを今から始めるっていう初心者の人がね、これを使っていただいても全然問題ないと思うし、まあ、中級者以外の方が、中級者以上の方が、なんかこう、半音下げ専用チューニングとか、半音下げ専用ギターとか、ドロップ D 用ギターとか、まあ、そんな感じでこうね、サブギターとして使うのも全然、ありかと思います。よかったらチェックらしていただけたら幸いでございます。で、なんとなく皆様、画面の向こうにですね、なんかうっすらいるなっていうふうに思った方、気づいた方いらっしゃいますでしょうか？気づきましたか？気づきましたか？気づいた人？そうです。実は、もう一本買いました。あまりのコスパにびっくりしすぎて、これ22,900円の中のとりあえず2本買っとこうみたいな感じで、ブラックとバーガーになぜか2本買ってしまったという、そんな感じのこともあるんですけども、まあそんな時もありますよね。人生その時もあります。でもまあ一応ですね、なんとなく買ったっていうのは本当なんだけども、まあ、なんか YouTube でたまにはなんかそういうプレゼント企画みたいなのやっても面白いかなと思って、そんなことも考えながらまあ買ったっていうのはちょっとまああるんですけどね。で、この動画を見ていただいた方の中で、うんたらかんたらでプレゼントとかって言いたいところなんですが、ちょっとこのプレゼント要項を今まとめられておりませんでして、どういう感じにするか全然決めておりません。一応 YouTube メンバーシップ、ジャワ会の会員さんのプレゼントにしようかなと思ってるんですけども、なんとも言えない。なので、ちょっと今僕がそのライブとかでこのわたわたとしてるので、それがいろいろ落ち着いたら、どうしようかなってことを考えますので、ちょっとですね、Twitter とか YouTube とかをね、チェックしていただいて、このギターがどうなるのか、続報をお待ちいただけたら幸いでございます。もしかしたらちょっとプレゼント企画とかするかも、しないので、なんとなく覚えておいていただけたら嬉しいなと思います。じゃあそんな感じで今日は終わりにさせていただきましょう。もしご意見、ご感想、リクエストとかありましたらチャットの方、コメントの方にバシバシと残していただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ、じゃあね、ありがとうございました。じゃーん。